TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE、クリス・ペプラーデンス。ね、そうそうそう、妙な縁で、先週の水曜日、私土曜日放送の、音味と、の収録がありまして、その時湘南の風の若旦那が、出ていただいたんですけど、結構盛り上がりまして、またぜひまた飲みに行こうみたいな話をしていて、でその1日飛ばして先週の金曜日ここ J-WAVE でまたばったり若旦那、まあ、プロモーションでばったりやめして、まあよくあることです。これは昨日はね、一昨日会ったばっかなのに、で昨日実は昨日鈴鹿サーキットでいろいろレースがありまして、車の競売オークションがございまして、私はオークションにはやらせていただいたんですけれども、でその帰り、名鉄アーバンライナーに乗っていたら、なんか見た顔だなと思ったら、また若旦那でまたばったり会いましてですね、なんか妙な縁だなという感じがしたんですけれども、なんか若旦那もその、レースで、まあ、パフォーマンスしたらしいんですけれども、でもやっぱそれに勝るのが何て言ったっても加藤のり子さん知ってますよね。加藤のり子さん、もう随分前の話なんだけど、15年ぐらい前かな、もっと前かもしれませんが、パリにいたんですよ、私。で、パリにいて、パリのちょうどこう横断歩道で立ってて、パッと横を見たら、加藤のり子さんなんですよ。ゲゲ!こんなところで会う確率は何?みたいな話をしていて、で、それから10日ぐらい飛びます。日本に帰ってまいりました。ちょっと新しいジムを物色しようと思って、ちょっととあるジムにふと入ってちょっと見学してたんです。誰もいません、そこは。ただそこのそこで働いている女の子が、ここはこうでこうで、誰もいない、一人だけ自転車漕いでる女性がパッて見た、加藤のり子さんだった。これはもう彼女に会ったら、もうこれは我々は結婚しないともうこれはダメでしょうって言った時、彼は黙って点点点でそれで歩き去って言ってしまいましたけれども、でも本当すごいやんだよね、それ考えると。でも結構あるんだよね、なんかこう道端で、こんなところでっていうのは僕結構ありますよ。ハワイの浜辺で知ってる人がいたりとか、何やってんのっていうのは結構あったりとかしますけど、皆さんそういうのありますか？そうですか。さあ、ということで、最新の TOKYO HOT 100 トップ5をチェックしてみましょう。5位はジョナス・ブルー、リアム・ペイン、レノン・ステラ、ポラロイド。ウェア校長、先週6位から一歩上がってトップ5入り。4位は The 1975, It's Not Living If It's Not With You。こちらも先週から1ポイントアップ、5位から4位へ。3位は米津玄師、フラミンゴ。こちらは先週トップ目前2位につけましたが、惜しくも一歩後退。2位はアリアナ・グランデ、Thank You Next。ニューディーバ、アリアナが歴代の彼氏を実名入りで歌う話題の一曲。オンエアに加えサブスクポイントもゲットして、先週40位から一気に2位へ。では最新の TOKYO HOT 100、アリアナ米津を抑えトップにいるのは、あいみょん、そのまま3連覇達成。引き続きオンエアリクエスト、サブスクポイントをバランスよくゲットして、あいみょん今夜このまま3週連続のナンバーワン。はい、こんな感じです。さあ、次回の TOKYO HOT 100はゲストに木村カエラさんと西野カナさんをお迎えいたします。一期一会。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100